フライデーナイト J リーグ9月21日金曜日、清水エスパルス VS ガンバ大阪。まず去年、長期離脱してしまって、チームには大方関われず迷惑かけてしまったんで、今シーズンは怪我しないようにってずっとやってきて、ここまで怪我なく来れてることが一番自分としてはいいかなと思います。まあ、連戦の中でこう結果が出たり出なかったりっていうのがあったことは反省点なんですけど、まあ、中断明けだったりそのちょっとブレイクが空いたあとはみんなすごくいいサッカーできてるし、スタミナもすごくついてきていいサッカーできてるんで、その辺を毎試合出せるようになればもっと強いチームになっていくと思うんで、あとは連戦の中でどれだけマイナス面を減らしていくかなと思うんで、そういう課題をみんなで克服していきたいなと思います。みんなの人間性というかこうコミュニケーションの部分ですごくいいシーズンをくれてるんで、その辺が試合にも出てるし、誰かがミスしても誰かがカバーするっていう、まあ、いい循環ができてるときは本当に結果も出てるし、そういう意味では若手の成長も素晴らしいですけど、ベテランの人たちの貢献度っていうのはすごく大きいシーズンかなと思います。やっぱりその若手とベテランの間なので、そこら辺を橋渡しじゃないですけどつないでいくために自分がいてあげられることを意識して練習や試合に臨んでます。まあ、選手自身も同じように感じてると思うし、もっと点取れたと思ってるし、そうなればもっと楽に試合を運べたと思うので、そこら辺をね課題として終盤戦に向けてやっていきたいと思いますけど、中盤っていうのはチームにとって非常に大事なポジションなので、その選手たちの活躍っていうのは鍵になると思いますけど、この間の試合のようにいつも助けてくれてるフォワードが点取れないときは、ああやって中盤の選手が取ったら試合は楽になるなと実感した試合でもありました。まあ、あのシーンは、デュークが競り勝ってくれて、荒野が本当に体張って潰れてくれたのが全てだと思うので、自分はあそこに入れたことは良かったなと思います。フライデーナイト J リーグ9月21日金曜日、清水エスパルス VS ガンバ大阪。僕たちが上の順位を見て戦うためには次の試合絶対勝たないといけないと思うんで、相手も死に物狂いで勝ち点3取りに来ると思いますけど、それを受けるんじゃなくてこっちから叩くつもりで、みんなで気持ち入れて試合に入りたいなと思います。そういう機会で僕たちがいいゲームをすれば、そういう人たちがまた次も見に行こうって思ってもらえると思うんで、そう思ってもらえるような気持ちの入った試合をしたいなと思います。久しぶりのホームの試合なので、ね、勝って勝ち録をしてみんなで勝利を分かち合えれば最高だなと思います。夏の連戦が終わってここからは日程的に少し余裕が出るというか、1週間空いて試合っていうリズムになってくるので、休養は十分取れると思うので、あとはその調整の仕方だったり、いつも中断明けでやってるようなサッカーができるように調整していくことが大事かなと思います。ガンバ戦非常に重要な試合になると思うんで、最大限のサポートをよろしくお願いします。僕たちも、全員でハードワークして必ず勝って、残りの試合上の順位を目指して頑張っていけるようにしますので、応援よろしくお願いします。フライデーナイト J リーグ9月21日金曜日、清水エスパルス VS ガンバ大阪。